どうもー。さあ、今回も始まりました、あやの楽屋へおいでよ、井戸端トーク番組です。今日も素敵なゲストの方をお迎えしております。まあ、もう長年なんかいろいろとねご一緒させていただいているゲストさんでございます。今日のゲストはこの方です。どうもー柏木隆です。よろしくお願いします。ちょっとお茶目のフレームインでしたね今、はい、よろしくお願いします。そう、柏木隆さんでございます、はい。ね、いつもあのラジオ番組とかでご一緒させていただいてますが、うん、はい、今日は動画バージョンでラジオでね、普段お楽しみいただいてる。こういう感覚ないですよね。ないですよね。いつも2人がゲストを迎える感じでやってるので、番組をねゲストでお迎えしてる。なんか妙な感じがしますね。妙な感じします。私も同じです。ではね、いろんなお話をお伺いしたいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。それではいきます。今日も世田谷線上町駅立浪海ギャラリーでお送りします。さあ、それでは改めまして今日のゲストの方ご紹介いたします。今日のゲストの方、柏木隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもあるのかな。そう、あるそう、なんか、はい、やっぱ不思議なんかね、ほんとそう、いつも、SBC ラジオさんって言って、はい、CS 放送のそうですね、はい、ラジオ番組でマイハートフルソングというレギュラー番組をやらせていただいてるんですよ、はい、そうですね。そうで、いつもこう番組でゲストをお迎えして2人でこうね進行してる形なんですけど、今日は私がこう柏木さんをゲストとしてお迎えしてね、ね、なんかもう長年のね、うん、お付き合いになりますけど、そう、もう5年この感じって本当に初めてですね、うん、初めてですね。あの、何度かのステージでも歌とかご一緒させていただいたけど、うん、こういうのこういう番組というかね、はい、ないですね。初めて、面白いです。ちょっと私も新鮮です。2006年からそう、あのラジオをずっと番組一緒に、まあ、放送局は変えつつも一緒に2人で番組をやっておりまして、うん、なので2006年だから、うん、6年ね、12年ですもんね。なんで笑うんですか。いや、尊敬させると思ってね。そうそう、長くやってるんですが、このネッカーたちが初めてなので、またちょっと楽しくこうね、え、番組に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、柏木さん、はい、柏木さん、なんか最近ハマっているお土産を持ってきてくれたんですか。はい、持ってきましたよ。はい、何ですか。おせんべいなんですけど。おせんべい、はい、お菓子結構食べるんだ。もう大好きなんですよ。うーん、で、あのファンの方からステージでいただくあのプレゼントとかも結構、あのおせんべい、うん、とか、そういう結構食べ物系が、うん、多いんですよね。あ、そう、はい、うん、で、今日持ってきたんですね、うん、もう出しちゃっていいですか。うん、お願いします。じゃじゃーん、じゃじゃーん、お、これです。これね、手塩屋、うん、手塩屋っていうせんべい、おせんべいなんですけど、うんうん、これ醤油せんべいとかね、うん、ちょっと甘い系の甘醤油っぽいのありますけど、これはね、ありますね。ちょっとね、甘塩というか塩せんべいなんですけど、ちょっとね甘みがあって、うんうん、すごい美味しいんですよこれ。私食べたことないですよ。本当ですか。うん、まあ、だからね、これ一つじゃ止まんない感じ。あと引くんだ。あのね、なんか番組 の、うん、あのこのディレクターさんもこれ好きだって、なんか結構食べてる、うん、普段から食べてます。結構ね、みんな人気の高いおせんべいじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ早速いただいてみたいと思います、はい。それではおせんべいいただきたいと思います。いただきます。乾杯しましょうか。乾杯。せんべい乾杯。せんべい乾杯。いただきます。うん、うん、これこれ、うん、美味しいんですよ。本当だ。ほら、しょっぱすぎて、しょっぱいっていう感じじゃないじゃないですか。じゃない、ちょっとほのかに、そうそうそう、なんかちょっと 甘さもあるというか、うん、あ、これ美味しい。初めて食べたけど、なんか一袋簡単に食べられちゃいそう。うん、うん、で普通に売ってるからね、ね、店屋さんで、うん、はい、大体。そういえばラジオの収録とかでこう菓子パンをよく食べてるのを目に甘いもの好きなの。甘いものもね、ね、そう、なんか一つ甘いもの最後に食べたいなっていうのが、なんか必ずデザートとしてこう、うん、食べる。そうそうそう、感覚、デザート感覚の、うん、なんか甘いクリームパンとか、例えばね、うん、そういうメロンパンとか、うん、ちょっとそういうチョコパンみたいな、うん、確かに食べてるね。ね、え、でも例えばだけど、このおせんべいがあったとしたら、うん、食後におせんべいってあり、うん、食後のおせんべい、うん、ああ、全然あるんだ。だからご飯食べた後におせんべいつまんないですよ。へえ。でも
逆にこう間開け食べるよりも、うん、その夕食なら夕食の時間に合わせて一緒にこう食べる方が太らないっていうかあれだよね、うんうん、確か吸収そうかもしれない、あんまり変なこと言ってあんまり嘘言ったら怒られますよねでもそう思ってるみたいな柏木さんは柏木さんは東京の出身、はい、東京です、うん、東京の多摩市です。多摩市、はい、東京都多摩市、うん、多摩市、はい、多摩市ってなんかいろいろありますよね、アトラクションじゃないけど動物園があったり、そう多摩動物公園、うん、あとサンリオピューロランドとかね、うん、結構いろいろありますね。いろいろありますよね、うん、アウトレットのなんかありますあります、はい、うん、そうですね、結構いいですよね。ちょっと行くと都心に行かれるし、うんうん、でも都心よりは多摩って少しこう緑が、まあ、自然がね、うん、まだ残ってる、そうですね、ところで、うんうん、そう電車乗ると、まあ、早い電車乗ると25分とか30分ぐらいで新宿都内でね、うん、出れますのでね、そんなに不便ではないですね。いいとこですよね、うんうん、で子どもの頃は、はい、まあ、多摩はもちろんなんでしょうけど、うん、都心でなんか遊びによく行ったとことかあるんですか？都心あんま行ってない。全然行ってないですね。そうなんだ。都心はどんな子供でした？いや、やっぱり例えば学校、うん、放課後学校で残ってサッカーしたり野球したり、例えば学校のそのなんか裏山とかそういうところで基地作って遊んだりとか、うん、あ、なんか結構なんか典型的な、そう子供の遊びで、スケボーが流行ったらスケボーしたりとか。へえ、うん、ね、乗れるのか？一応乗れますよ。あ、そうなんだ。一応、はい、一応私乗って動かない、サーンって転んで、ああ3秒でやめました痛かったから。そっか、そうなんだ。結構スポーツ、ね、っていうか駆け回ったり、うん、だから外でやっぱりずっと遊んでましたね。うん、うん、都内で遊んだ記憶はほとんどないですね、小さい頃は。せっかくね東京いるから遊んでんのかなと思ったらね、なんかうちの田舎の方と変わらない感じ、うん、でも僕らの子供の頃ってそう、うん、結構そうじゃないですかね。うん、うんうん、やっぱり体動かしたい。山が多いからね。そうですね、うん、ね、たまって ね、 そう、うん、緑豊かで今の、ね、子供たちは結構ゲームが ね、 ね、インドアな感じで、インドアな感じが遊びが多い、ね、そんな気がする、うん、外で遊んでましたね。あ、そうなんだ、はい、なんかちょっと意外な気がする。そうですか。なんとなく。そうなんですよ。で、中学高校と地元でもずっと、はい、そうですね、小学校はですね、はい、まあ、地元の、東京都多摩市の学校出て、うん、で中学校も当然地元なんですけど、高校はねちょっと隣の府中市にある都立府中高校というですね、はい、学校を卒業しまして、そこの学校は高田純次さんと、はい、布施明さんが卒業された、はい、先輩にいるんですけど、高田純次さんも多摩の方のご出身っていうことなのかしら。ね、出身はちょっとわからないんですけど、うん、でもそこの高校で生まれてると、まあ、はい、そうですね、代々その情報を受け継いで、うん、東京ならではだよね。はい、ですね。で、僕の場合はまあ高校卒業してデビューをさせていただいたんですね、はい、で先生に疲れてた。そうですね、うん、中学一応、1年生から、うん、最初はちょっとカラオケ教室に通うような感覚で、あ、まあいろんな生徒さんがいる中で30分レッスンをしていただくって感じ で、うん、でそれで、中学1年中学2年ぐらいまで2年間やって、うん、でそこから、あ、じゃあ本当にプロになるんだったら本格的なレッスンをということで、先生を紹介し、別の先生を紹介していただいて、はい、作曲家の先生に、指示しまして、うん、天童よしみさんのとんぼり人情を作曲された山田、うん、年明年秋先生って言うんですけど、年秋さん、はい、年秋さんって皆さんに言うんですけど、そうですね、山田年秋先生に、はい、中学3年から高校卒業まで先生の、レッスン場に通って、学校行きながら通って高校卒業してデビューさせていただきました。山田先生。そうなんですよ、はい、そうだったんだ、はい、知りませんでした。お会いしたことあります？山田先生。私ないんですよ。ただ、はい、この野に咲く花よは、アレンジが山田先生です。ああ、そうですよね。そういえば、山田練習先生。そう。先生、まあ、どちらかというとこう、アレンジのヒット曲が多いんですよね。佐渡の恋歌ですとか。うん、ああ、そうですね。はい。夫婦全財ですとかね、うん。そうなんですよね。結構、たてがみですとかね。うん、まあ、いろんな。アレンジャーとしてのね、まあ、ヒット曲も多いんですけどね。うん、カラオケ教室に通い始めるきっかけって何ですか？はですね、うん、
中小学校か小学校 5,6 年生の頃に、うん、健康ランド今で、はい、はい、に父親とよく遊びに連れられて行ってたんですね、学校休みになると週末に、うん、でそこで、ま、お金をこう払って、うん、健康ランドの舞台でカラオケでこう歌ってたんですよ、演歌を、はい、その頃はね、うん、まあ、編成期前だったんで、うん、島津彩さんの歌をですね、よく歌ってたんですけど、でその歌を聴いてくださっていたお客様が、うん、ちょっとぜひ先生を紹介したいんで、うん、一度先生に会ってみませんかって声かけてくださいまして、はい、で、まあ、あまりにもこう本当に熱心に何度か連絡いただいたんで、うん、じゃあ一度先生に会ってみようかということで先生にお会いして、うん、で歌を聴いていただいて、うん、で先生が3番も歌い終わった後に君歌手になりたいのかって言われて、うん、それで「はい」って僕は返事したのが本当になりたかったのその時は、うん、なんか勢いで行っちゃったみたいな、なんかねそこのところの感覚がねちょっとね、うん、あんまりね覚えてないんですけど、うん、でも小さい頃から父親が演歌が好きだったので、うん、小さい頃から演歌を聴いて育ってきて、うん、で演歌も聴いたりもちろん歌っていたので、うん、まあ多分そう入って返事するような感じにね、うん、もうなってたのかもしれないですけど、うんうん、でも小学校の頃は歌手というよりも少年野球とかやってたんで、ああ野球少年、プロ野球の選手とかって、うんうん、学校のなんか作文とかにね将来にね、プロ野球の選手みたいな書いてたんだ、書いたりしてましたけど、多分その時ははいっつってすぐはい返事して即答で、でそっからですねレッスンに通うようになってって、うん、はい、で、その本格的に山田先生のところに、はい、お弟子入りをして、そうですね、先生って厳しかったですか？いや、すごいね、優しいんですよ、うん、先生、はい、そもちろんポイントポイント的確なことを、ちょっと強く言われることもありますけど、でも基本はね、本当に優しい先生ですね、うん、あ、そうなんだ、はい、一度お目にかかってみたいなっていう、はい、先生なんですけど、そう、小柄で、あ、そうなんだ、はい、細いというか、うん、ここからね、スッとした。スッとした感じの、はい、そうですか。そうですね。へえ、はい、そうなんですね。それでは、柏木さん、はい、質問コーナーに入りたいと思います。質問コーナーです、はい。うちらの番組みたいじゃないですか。あ、そうそう。ちょっとアンケートコーナーがあって。そう、アンケートコーナーが、レギュラー番組であるんですけど、はい、ちょっとそれと似た感じです、はい。はい。いろんな質問がこの中に入っておりまして。歌にまつわることだけじゃないってことですね。だけじゃないですよ。うわ、さあ何が入っているでしょうか。ここのなんかコーナーだとなんか私変なキャラになるんだけど、一つ引いていただいて、はい、その質問に答えていただき、わかりました。はい、それではお願いします。じゃんじゃんじゃん、いいですか、ありがとうございます。さあ次に引いた質問こちらになります。じゃじゃん、これさえあれば一日ご機嫌とか、例えばそういう、これさえあれば一年中幸せとか、これさえあれば、そうですね、これさえあれば3杯ご飯食べられるみたいな、例えば何でもいいですよ。これさえあればヒット曲さえあれば、うん、ヒット曲さえあればねえ、ねえ、確かに欲しいですよね、欲しいですね、ヒット曲、うん、そうですね、うん、なんか例えばじゃあ、曲がこう、うまいことこうヒットをするわけですね、うん、そしていろいろとこう、まあ、時間がね忙しくなるとは思うんですけど、うん、まあ、今までよりもまあ収入も多少増えるかなと思うんですけど、うん、売れてそうやって収入があって余裕ができたら何かしたいことってあります？そうだね、うん、まあ親になんかねこう、うん、今までの分をお返ししたいっていうのと、うん、あとね、うん、僕甥っ子ができたんですよ。甥っ子が生まれたんですよね。生まれたっていうか、うん、できたんで、うん、ちょっとそのまあ今もプレゼントしてるんですけど、うん、なんか断るたびにプレゼントしてるって断るたびに。なんかくれる人みたいな、会えばみたいなね。岩手にいるんでね、ちょっとなかなか会いに行けないんですけどね。あ、そこ遠いんだね。うん、そうなんですけど、そうですね。ヒット曲さえあれば。ヒット曲さえあれば。うん、なるほど、そうですね、ヒット曲かヒットが来そうなんじゃないですか、大丈夫ですか？
あ、おかげさまでヒットします。皆さんの応援があればヒットします。よろしくお願いします。ね、本当冒険男酒素敵な歌ですよね、はい、うん、また後ほどゆっくりとお話を伺いたいと思いますけれども、はい、じゃあもう一個質問しようかな。はい、そうですね、はい、はい、お願いします。結構ありますね、いろ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 ありますよ。いっぱいいっぱい考えました。なんだろう、さあ、うん、続きまして柏木隆さんが選んだ質問、おっ、こちらになります。感動した話。感動した話。感動した話です。感動した話か、うん、涙しちゃったとか思わず、そういう話ありますか。そうですね、まああれですかね、やっぱり歌につながりますけど、うんうん、歌いに行ったところでやっぱりこう素直にこう皆さんから喜んでいただいて反応があると、うん、やっぱり嬉しいですよね。なんかその、うん、その、あの反応になんか改めて自分がやっぱり歌ってあのそういう力を持ってるんだなっていうのを改めてこう自分が教えられるというか、うん、でそのまたね皆さんのその反応で自分も頑張れるというか、うん、やっぱりそう歌いに行った先々で特にね僕あの夏メロをよく歌うんですね、あの父親があの昭和10年生まれで3月で77年、うん、ちょっと、まあ、僕の年からすると高齢の父親 でその父親の影響で夏メロ三橋道也さんですとか、うん、春日千代さんですとか、うん、そういう夏メロをたくさん聴いて育ってきたので、うん、必ず自分のステージでそういう夏メロのメドレーとかで懐かしい曲を歌うんですけど、うん、そうすると特に例えばどっかのデイサービスとかそういう慰問に行くと、うん、おばあちゃんおじいさんたちがすごい涙して喜んでくれたりすると、うん、なんか自分もすごい心が現れて、うん、やっぱり歌って すごい力持ってるんだなっていうのを再認識してやっぱり頑張り、うん、このいいもっといい歌を歌っていきたいなっていう、ね、そういう気持ちになれるというか、うんうん、なんか元気になってもらえたらいいなと思っていくけど、うん、自分が元気もらえますよ。そうそう結構そういうパターンで多いですよ ね多いね、うんうん、確かに、うん、そうですね、うん、あと感動した話って言ったらやっぱりおいこができたことすみません。え、最初に会ったのは、ええ、あの生まれて間もなくで会えた。ね、うん、2ヶ月ぐらいですかね。2ヶ月。はい。岩手の北上にいるんですけど、僕が去年2011年ですねの秋に、うん、9月に東日本大震災のチャリティーイベントを地元でやったんですね、はい、でそこで皆さんからこういただいた募金を岩手の県庁の方に届けに行きまして、はい、で それを兼ねて姉のところにちょっと立ち寄って、初めて会ってきたんですけど、どうでした。かわいいですね。かわいいですか。まあ、でも僕は全然分かってないと思いますけど、やっとね目が見えるようになったぐらいだったのかな。まだ首も座ってなかったし、うん、うん、でも可愛いですね。可愛い、うん、なんか自分も子供欲しいなとか。まあねまあね、いつになることやら。結婚願望はあるんですか。いや、やっぱりね、うん、ご縁があったら、うん、いつの日かはぜひみたいな。ぜひと思いますけど、うん、いつになるやら分からない分からないまだ見てこのまま年を重ねていくだけかもしれないです。柏木隆さん見てでございます。見てでございます。独身でございます、はい、よろしくお願いします。あやさんも独身です。あ、私も独身ですね、はい、あ、よろしくお願いしますというわけで、はい、続いては新曲のお話を伺いたいと思います、はい、お願いします。お願いします。それではこの柏木隆さんの、はい、歌手人生を紐解いちゃおう、歴史を紐解いちゃおうというコーナーでございます、はい、いろいろと資料を持ってきていただいてますけれども、はい、はい、本当子どもの頃から、はい、まあ、お父さんの影響もあってそうです、ね、っていうことなんですよね、はい、歌が好きでいらっしゃって、うん、そうなんですよ、ね、で、カラオケ大会とかもそうですね、いろいろ出た、そういう写真とかもあるんですか。そうなんですよ、ちょっとお持ちしたんですけど、はい、まあ、小さい頃から父親の影響で演歌を聴いたり歌ったりしていたということで、うん、ちょっとね、この写真、あめっちゃ可愛いんですけど、お父さんに抱っこされて歌ってます。マイクでかって見てそうなんですよ、こんな写真がね、ちょっと出てきて、あら、可愛い、うん、なんかクリクリでしょ。ねえ、本当だ何歌ってたんだろう。何歌ってたんで ねこの当時のテープも残ってるんですよ、うん、でね、聞いてみるとね、うん、北国の春とか、うん、北酒場とか、へ、あと、あの子訪ねてとかね、うん、
そういう曲をね歌ってる。そう、ちょっと舌が回らないとこがあったりしながらね。でも歌ってるんだ。そう、歌ってるのよ、ちゃんと。え、すごい。確かにマイクでかい。ねえ、マイク大きいよね。でかいわ。でそれだけね、もうちっちゃい頃何歳？うち何歳だろうね。3歳いってないかな。2歳。2歳ぐらいかな。ねえ。ねえ。いや、貴重な写真だよね。すごいな。うちの父親の顔もでかい。確かに。長いね。そうなんですよ。こんなちょっと。懐かしい。うん、懐かしい。幼少の頃の。おお、ありがとうございます。あとね、うん、まあその中学の頃に先生を紹介していただいて、最初カラオケ教室の、まあ、レッスンから始めたって。その当時、よくね、時々カラオケの発表会みたいな大会とかに出てまして、うん、これがね、その多分中学1年生、2年生ぐらいかな、これ。これ制服？制服じゃないかな。制服だから、あ、下が制服ですね、これおそらく。上はね、うん、ブレザーかなんかですね。あ、そうなんですね、うん、ジャケット。若かりし頃の柏木隆さん。なんかあんま面影がない気がする。あ、そう、うん、全然違う。全然じゃないけど、どうですかね、うん、今の顔とやっぱ違いますかね。どうですかでも、うん、へー、すごい、ちゃんとコード持ってるんだよね。演歌っぽい、うん。え、この時は174番って書いてあるけど、うん、何人ぐらい出た大会だとか覚えてますか？でもね、多分200人近く出てるんじゃないかな。そうなんだ、はい。この時ちなみに成績はいかがでしたか？いや、覚えてないな。確かね、これはね、うん、あの大会で例えば賞品賞金とかっていうんではなくて、うん、あのあるカラオケのその組織会の、うん、に、ああ、まあ、ちょっと所属してて、うん、でその会の発表会だから段を取るような、うん、例えば、4段の1級とか4段の2級とかって、そういう級を取る、まあ、発表会、発表の部で決定的な感じだ。そうですね、うん、そうですね。で僕は4、1段から始まって5段まであるのかな、うん、でその1段の中にまた1級2級3級4級5級ってあって、あ、細かくあって、はい、そうですね。で僕は4段の何級ぐらいまでかな。で、うん、それで、まあ、辞めて、うん、まあ、プロの歌手目指してレッスン、うん、本格的にっていうことで、あまりじゃあそういうこれからそういう大会出るのはちょっと控えて、うん、まあ、レッスンに専念しようということで、うん、出てなかった、もう出なくなったんですけど、うん、そうですね。この時は何歌ったの？なんだろうな、覚えてないですか？あのね、うん、千葉玄太さんのね、うん、兄妹の譜面の譜って書いて、うん、兄弟譜って言ったかな、確か兄弟譜って言ったかな、はい、うん、お歌った、うん、でも珍しかったですよね、きっとこう若い人がこう、そうですね、もう僕ぐらいですよ、やっぱり。やっぱそうですよね、うん、珍しがられますよね、きっと、うん、ね、これも貴重な写真ですよね。でもあやさんもやっぱりそういう大会、うん、結構出てたんですよ、うん、あやさんの場合結構ほら、うん、なんか全国的な、うん、あの知名度のある大会とかで、うん、ね、代表で県代表で歌ったりしてたんでしょ、だって。あ、うん、そういうこともあった、ね、うん、なんか地元でいろいろ小さなカラオケ大会とかあちこちあるので、うん、そこにこう連れてってもらって歌わせてもらってたら、なんかあのカラオケ仲間の人が声かけてくれるんですよね。こういう大会あるんだってって言ってたらなんて言ってもらって、なんかそういうのでだんだんこう大きな大会にも出られるようになったりして、うん、うんうん、ですね、はい、ありがとうございます。そんな、はい、写真を写真撮ってみました。写真は以上ですか？写真は以上でございます。じゃあ次は、はい、この後はこうレッスンを経て、そうですね、デビューからの資料になりますね。おっと、さあデビューは CD ですよね。はい、はい、CD です。デビューいいですか？いいです、お願いします。これです、これが僕のデビュー曲です。デビューシングル CD です。じゃじゃん、男は孤独が好きなんだというわけでございまして、はい、はい、そうですよ、18歳で18歳、この貫禄、この落ち着き、確かになんか今と全然違うね、ね、うん、明らかにこのポスターもこういう感じだったんですよ、うん、明らかにこれ18歳って18歳じゃないよね、思わないですよね。
や、なんかもう本当にこのポスター見た方で、あれ30いくつの方かねなんつって、こういう結構話されてるような方いましたもんね、やっぱり。だって今のが若いもん、柏木さん。そうですかね、どうですかね、うん、これ本当ね、うん、ふっくらしてるよね、うつむき加減でね、うん、そうそうそう。で最初は柏木孝之という本名で、はい、デビューしたので。あ、本名なんですね、はい、高之さんですね、うん、男は孤独が好きなんだ。でカップリングが銀河エレジー、銀河エレジー、はい、はい、デビューしました。もちろんあの作曲は恩師の山田元秀先生、はい、でこの男は孤独が好きなんだ、デビューのメイン曲は、うん、あの今は亡き中山大三郎先生、はい、はい、に、書いていただきまして、うーん、はい、でこのカップリングがね結構いまだに、うん、あのまあ、ファンの皆さんの中では時々歌ってって言われリクエストされるんですけど、はい、あの僕母親が高校1年の時に病気で、あの亡くなって、うん、まあ、デビュー前に亡くなってしまっているんですけど、その、まあ、母親亡くなったっていうことで本当は他の曲で決まっていたんですけど、急遽あのじゃあ母親を歌った歌にということで改めて先生方に書いていただいて、カップリングが母親を歌った銀河エレジーという曲で、あ、そうなんですか、はい、デビューしました。へー、はい、そうなんです。これなんでこの衣装なんですか。本当ね、決めた、こう誰が決めたのかな、自分じゃない、いや多分ね、そのレコード会社のディレクターさんが多分こういうイメージ感じの衣装で多分言われたんだと思うんだよね。落ち着いた男は孤独が好きなんだっていう、そっか、そっか、タイトルがそうですもんね。ね、とても18とは思うよ、本当に。でも本当今となれば貴重な、そうですね、ね、一枚ですよね、はい、はい、デビュー作品でございました、はい、さあ続いて、はい、続いて、はい、続いてはですね、はい、第2弾シングルになるんですけども、これはちょっとカセットテープですね、ほい、はい、お、ちょっとラフな感じに、ちょっとラフな感じになりましたけど、はい、男と女、女と男という曲です。またちょっと意味深な感じのタイトルになってますけど、じゃじゃん、こんな感じです。男と女と男、裏面もちょっとお見せしちゃいましょうか、じゃん、なんかすごく野球やってますって雰囲気がする。ちょっとね、単発で、はい、ね、はい、そうそう、スポーティーな、スポーティーな感じですね、感じのね髪型で、うん、はい、そうですね、これも中山大三郎先生の作詞で、はい、恩師の山田年秀先生の作曲で、はい、これはカップリングが男だよという曲なんですけど、ね、このカップリングも中山大三郎先生、うん、山田年秀先生、あ、そうなんですね、はいはい、書いていただきました。どんな内容の作品なんですか。これはですね、まあこうタイトル通りちょっとこう大人っぽい、うん、この艶のあるような、うん、歌なんですけど、あのちょっと歌謡曲っぽい雰囲気もするかな、はい、あまり演歌、まあ、演歌っていう、例えばあの宿物とか、そういうちょっと不倫物のような、そういうまたちょっとイメージとは違う曲調、曲風で、うん、作風で、はい、でもまあ、あの内容はねちょっとそういう大人っぽい内容なんですけど、はい、これも19、20歳の時ですかね、うん、20歳、そうで、うん、本当はね一番最初、当初は男だよというカップリングの曲が、まあ、等身大の歌で、あのこれがメイン曲になるだろうなって思っていたんですけど、レコーディングの当日中山大三郎先生が見えてくださって、こう歌を聴いて、いやこっちをメインにした方があの逆にこうギャップがあって面白いということで、先生の一言で入れ替わって、入れ替わってっていう、そう結構あるんですよ、うん、あのそのねレコーディングした後にやっぱ、うん、なんか広報曲こっちでしょっていう、そうそうそう、結構入れ替わることも多いんですよ、うん、そうなんですね、はい、はい、そういうエピソードがあるんですね、はい、さあ続きまして、はい、続きましてですね、はい、これはちょっと企画ものというか、はい、ご当地ソング版として発売をしたんですが、僕の地元、東京の多摩市なんですけど、まあ、その周辺日野ですとか、うん、ね、多摩地区がですね、いわゆる新選組にゆかりの深い土地ということで、はい、あの NHK の大河ドラマで新選組放送された時に、はい、ぜひ地元の歌をという皆さんの声もありまして、じゃあ、地元のね多摩の人間なので、うん、地元の新選組をテーマにした曲を、うん、じゃあリリースしましょうということで、これは、まあ、企画ものというか、ですから、まあ、レコード屋さんに流通していない、うん、まあ、
特別にこう作った感じですよね。そうです、特別に作った、はい、ものなんですけども、侍と書いて男の花、はい、花は中華の花ですね。そうですね、男の花、新選組、はい、でカップリングも地元の甲州街道を歌ったまた旅物で、甲州街道一人旅という曲です。お、はい、こちらはあれですね、ちょっと今の柏木さんにだいぶ近づいてきましたちょっとその頃もでもちょっとあれですよね、ふっくらしてますね。まだふっくらしてますね。結構パン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 なのあ、そっか、パンパンっていうかね、そうかもね、うん、後ろはこうね、新選組の、はい、誠という字が書かれています、はい、だんだんとこう歴史でこう作品として残って面白いですよね。あの、そうですね、後になって時間が経ってこう、うん、また見られる、聞くことができる、そう、うん、貴重ですよね、こういう作品。意外とこう自分の歌声をこうテープとか CD とかで聞くのって結構恥ずかしくないですか。恥ずかしい、わーってみたいな昔の方は特にこうだったんだみたいなね。そうですね、ちょっと照れくさくなりますね、自分の歌を聴くとね、うん、そうなんですよね。人が買っていただいて、うん、この時を経て前の作品とか聴いた時ってどうなのかなって、うん、はい、すごく思ったりするんですけどね。どうなんですかね、今度よかったら何かで聴かせてください、はい、さあ、はい、続きまして、はいはい、続きましてはですね、うん、ちょっとその、本名の、柏木孝之という名前で出ている頃に、うん、はい、とある、まあ、バラエティ番組にもよく出演させていただいておりまして、うん、お笑いのネプチューンのお三方が、はい、まあ、メイン司会でやっていたおネプというですね、はい、テレビ朝日系列の番組がありまして、はい、でそれは僕が埼玉の方の健康ランドにあとステージで歌いに行ったところにたまたま公開録画ですね、公開録画が、はい、収録が見えてまして、この番組で、そうなんですよ、でそれでちょっと健康ランドの方の賞を入れてるスタッフの方が声をかけてくださって、うん、聞いてみたら、あ、じゃあぜひ出演してくださいみたいな、で、まあ、衣装をつけて、でこうポスターをね、うん、ポスターだとしたらこうやってポスターを持って今この曲歌ってますみたいな感じで、うん、こうギャラリーの人にこま切れていて、うん、で、あ、なんか面白いか、なんか子がいるねみたいな感じでこう引っ張り出してくれて、うん、でネプチューンさんと絡んで、でアカペラで歌うみたいな。アカペラ、はい、うん、でしたらね、その、まあ、最初突然ね出させていただいて、その後、うん、何度かね声かけていただいて、うん、7、8回合計番組出させていただいて、で、まあ、これは台本なんですけど、最終回スペシャルというのが、うん、リファ有明というですね大きな会場でありまして、そのネプ投げ封印スペシャルでカラオケ、うん、まあ音割りでちゃんと歌わせていただいて、すごい客、何千人とかかな、何万人かのお客さんの前で歌わせていただいて、で最後に太蔵さんに投げていただいて、投げていただいて、はい、今柔道着着て太蔵さんがこう巴投げしてっていうね、うん、でそれでなんかこう占うじゃないですけど、そういうネプ投げ封印スペシャルって、はい、台本私初めて見ました、こういう、はい、うん、なんですよ、貴重ですよね、貴重ですね、だこれも大事に、結構分厚いスペシャルだからかな、はい、そうですね、結構ありますね、結構分厚いですよ、はい、ほら、そうですね、あやさんってこういう資料とかどうしてます、ファイルとかしてます、ファイリングとかしてますか。私すごくいい加減な性格で段ボールに入れてるだけでだからその段ボールは漁れば出てくるんですけど、うんうん、一応その なんていうの時間ごとに積み上がってるんで、はいはい、んだけどちゃんとファイリングしてないですね。僕もね、でも基本的にはその段ボールで、うん、例えば雑誌系とか新聞系とか、うん、例えばね、うん、あとそういうなんかイベントに出た時のチラシみたいな、うん、でこうしまってあるんですけど、最近のここ近々の近年の、うん、ファイ まあ、資料はちゃんとファイリングして、うん、いつもこう出せるようにしてますね。そういうとこ豆だよね。あやさん何型でしょう。私 O 型です。僕 A 型なんで、ね、バリバリの A 型で、そうですね、そう、ラジオも言えば台本があるんですけど、そう修正器持ち歩いてて、書き間違えると私ぐちゃぐちゃってやっちゃうのに、修正器でこうやってふーとかやってちゃんと消してその上に書いてて、うわーと思って、ちゃんと収録日とその台本にね、収録日そう全部書いてファイルしてあります。でも最近ね、修正機卒業しました。僕もあやさんと同じで、はい、こう書いても裏でこう消せる、フリクションボールとかああいう、はい、あれですね、ペンにしました。ペン消せるペン、はい、あれしたんですか。そういただいたんですよ。
はい、知り合いの方に誰これ使ってみ たらっておすすめですよ。やっぱりいいですね、あれね。いいです、便利です。便利ですね、特に進行表なんかはね。そう、進行表消す、間違ってもあ、曲変えようと思った時にね、そう、あ、ここじゃないよねっていうのが、うん、そう、書き直 そうなんです、変えることいっぱいあるんですよね。あやさん結構そういう最先端というか結構ちょいちょい取り入れてきますよね、うん、あ、好きですね。プラズマクラスターの、ええ、あのこの空気清浄機ね、ミニ型の、そうそう、うん、ね、スタジオに持ち込んだり、そう、いろいろ、そう、ね、機械が好きですね。そういうメカモノとか、うん、大好き。そうですね、ちょっと性格が全然違う、はい、ところをちょっと面白く見てますわ、はい、すごいな、豆だな。でこうやって本当全部綺麗に撮ってありますよね、はい、うん、そして、まあ、この後は解明をしまして、はい、お、はい、いよいよ、いよいよ改名後の柏木たかしに突入ですけど、はい、たかしさんの名前の方、はい、カタカナなんですよね。はい、カタカナです。なんでカタカナなんですか。ですね、うん、多分その改名第1弾シングルがちょっと、ええ、あのポップス調というか歌謡曲調の曲だったので、うんうん、その、まあ、曲のイメージに合わせて、まあたかしとカタカナにしたんですね。で、まあ、なぜたかしかっていうと、やっぱりたかゆきよりもたかしの方がこう覚えていただきやすいし、うんうん、で結構その3文字の方って売れるっていうか多いじゃないですか。例えば清志とか五木ひろしとか武志とか、うん、ね、うん、そうですね、結構多いんですよね。本当ですね、うんうん、で柏木隆さんということで、はい、伺ってますけどもどうでしょうか、3文字っていうのはいいじゃないですか。でもやっぱり画数とかも、うん、いるからな、うん、はい、でこのデビュー、デビュー改名、改名第1弾シングルが桜の花びら五線紙に、はい、母は綺麗な人だった。そうですね、これは皆さんあれって、ね、あ、どっから聞いたタイトルだなって思う方もいらっしゃるんじゃないですかね。そうですね、何を隠そうこの作品は、はい、あやさんとの共作共作でございます。で出したシングルなんですね、はい、まあアレンジがね全く違うんですけどね。そうなんですよ、うん、はい、あやさんの方は本当になんかちょっとポップ調な感じですけど、そうですね、僕はどっちかというとフォークソングというか、うん、落ち着いた雰囲気の、そうですね、曲調なんですけど、うん、まあ合計3人でね、はい、リリースしたんですよね。もう一人男性の歌い手さんがいて、で僕とあやさん、はい、はい、なんですね、はい、はい、もうでも名曲ですよね。いい曲ですよね。いい曲ですよ、たまにね、自分たちが言うのもなんですけど、うん、はい、本当いい曲だと思うんですよ。そうそうそう、うん、歌詞も素敵なんですよね。そう、たまにねリクエストされるんですよね。本当ですか、うん、私新曲歌っていてもこの桜の花びら五線紙を歌うと、うん、あのやっぱ演歌よりもポップス寄りのが好きな方はすごい気に入ってくださったり、うん、今の曲ってでこう、そう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 、改めてこう聞いて、ね、うん、質問してくださったりするので、うん、そう、僕なんかの場合もあのキャンペーンなんか行って、うん、まあ、当然ね新曲とか前作は必ず歌うじゃないですか、うん、であまり私ちょっと演歌が得意じゃないっていうか、うん、苦手で歌謡曲調の歌の方がいいのよねって言って、ごめんねって、なんかそういう曲あったら聞かせてくれるみたいな、うん、で結構じゃあ歌うと、うん、じゃあこっちの CD をいただくわとかっていう方もね、うん、中にいるんですよ、いらっしゃるんですよ、いらっしゃるんですよ、はい、うん、いい曲ですので、はい、ぜひチェックしてください。そう、このカップリングの曲も綺麗な曲ですよね、はい、そうですね、これもフォークソングタッチの曲 で、うんうん、そうです、母は綺麗な人だったという、まあ、母親を歌った歌ですね、はい、そうですね、はい、はい、そう、続きスローワルツの淡雪かっていう、はい、作品ですね、はい、はい、これも本当に落ち着いたワルツの ね、あ、そうそう、ワルツなんですよね、はい、うん、スローワルツの淡雪かという、はい、はい、これは、まあ一番歌詞が短いんですけど、4行詞で短いんですけども、4番まである歌で、うん、はい、ワルツのリズムに乗せたとてもあの綺麗な感じのね、雰囲気の曲ですね、綺麗な曲ですよね、はい、歌ももちろんそうなんですけど、イントロとかもまたすごい綺麗で、そうですね、はい、素敵な曲だなと思います、で、そして、まあ、その今の作品、はい、スローワルツの阿部ゆきかを出した頃に、まあ、僕とあやさんがパーソナリティをしている番組で、はい、まあ、いろんな方がね、先ほどもお話ししましたけど、ゲストに来てくださるんですが、そうです、いろんな演歌歌手の方がお見えになるんですが、はい、あの山川豊さんが番組にゲストにね、お越しくださった時に、あの僕たち2人パーソナリティ2人にあの社交ダンスをこうやってみないかってね、そう、声が声かけていただいて、声をかけていただいて、はい、で、うん、僕もそうですし、あやさんもなぜかこう乗る気になって、面白そうだねって言って、はい、そうなんですよね、すぐにあのマネージャーさんを通じて山川先輩に連絡していただいて、うん、で都内のねスタジオの方に
行きまして、山川さんと待ち合わせをして一緒に連れて行っていただいて、うん、そこから社交ダンス歴が始まったんですけど。そうです、はい。でこれはどのくらいの頃ですかね、習い始めて1年経ってましたかね、うん、そのくらいですかね。そのくらいですよ、はい。山川豊さんの歌とダンスの夕べというですね、はい、ディナーショー、ね、ディナーショーがありまして、はい、そこに、まあ、その僕らも一緒に出演させていただいて、はい、ダンスをシャコナス踊って歌も歌わせていただくというですね、 その時は正木陽子さんですとか、はい、大石まどかさんですとか、はい、長谷川慎吾君ですとか、うん、そういう、まあ、演歌チームの、そうですね、山川さんを通じて社交ダンスを始めた、演歌歌手の皆さんも出演されて、うん、はい、みんなで楽しく、そうです、ワイワイとね、ワイワイと、はい、素敵なホールでやらせていただいたんですけども、はいはい、その時の、まあ、写真をダンスの先生がファイリングしてくださいまして、こういうアルバムを一人一人に作ってくださいまして、はい、うん、はい、僕らはあの時はタンゴを踊ったんですよね。で僕は女性 の、 先生、プロの先生をパートナーにして、うん、あやさんは、逆に男性のプロのね、うん、先生をパートナーにして、そうです、はい、こう2組で1つ の、 その踊りを見せるというか、うん、タンゴを踊ったんですよね。これは持ち上げていただくシーンがありましてですね、そうですね、私申し訳ないなと思って4キロぐらいダイエットしました。はい、そうなんですか、その情報初めて聞きました。あ、そうですか、はい、そうなんですよ、ですね、そうそうそう、緊張しましたね、また緊張しましたね。あ、ほら僕持ち上げてますよ先生を。あ、そう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 、こういう、はい、もう踊れないですね。もう踊れないですね。よくやったよなと思いますよ。どうでしょう、本当に持ち上げています柏木さん、はい、持ち上げてますね。結構練習通いましたよね。通いましたね、本番直前はね、通いまくって、はい、そしてまあこれは歌の方のステージですね、はい、そうですね、はい、でこう歌の時間もあり、そうですね、でダンスを披露する時間もありという、はい、ちょっとなかなかないディナーショーでしたよね。そうですね、はい、はい、さあそして、はい、さあそして CD に戻りましょう。 CD に戻りますが、はい、これは、今のレコード会社、ウェブクーというですねレコード会社で今お世話になってるんですが、そちらのレコード会社に移籍をした第1弾シングル「旅ガラス」というですね、うん、とてもノリのいい、覚えやすくて歌いやすい「平成版また旅演歌」というですねキャッチフレーズで発売をした「旅ガラス」という歌です。はい、カラスだけど白いんだね衣装が。そうなんですよ。で一応これはお控えなすってみたいな感じでポーズをしたんですけど、はい、僕の胸に飛び込んでおいてみたいな感じにもね、なんかそんな感じにも見えなくもない。はい、これが旅ガラスですね。はい、はい、旅ガラス、はい、そして、はい、そのあと昨年2011年に発売した作品がこの、はい、ダブル A 面両 A 面シングルで発売をしました、はい、2年ぶりだね男だこという曲です。はい、はい、2年ぶりだね男だこ、はい、うん、これは、まあ、2年ぶりだねは別れたかつての恋人と2年ぶりに偶然街で再会をするという、うん、ちょっと切ない男心を歌った歌のなんですけれども、この男だこの方は、静岡の浜松にですね浜松祭りというですね、はい、祭りがありまして、その、まあ、メインイベント的なたこ揚げのたこ揚げ合戦のお祭りがありまして、イベントがありまして、その、お祭りをモチーフに先生方が書いてくださった歌なんですが、はい、男だこという、はい、曲です。はい、ちょっとなんていうのかな、優しい系 で、 そうです、ね、まさに演歌調の男らしい歌ですね。はい、はい、こう一枚で二度おいしい、そうですね、ね、はい、そういう作品です。そうです、はい、さあそして、はい、そしてこれが、はい、今年2012年の1月11日111発売しました、はい、最新曲です。最新曲、新曲です。望郷男酒。望郷男酒、はい、これは私初めてジャケット見たんですけど、はい、音は聞いてたんですけど、はい、なんかいいですね。そうなんですよね、はい、まあ、自分で言うのもなんですけども、なかなかこういい写真が凛しく、はい、撮れたかなと思うんですけど、はい、そうですね、ちょっとこう遠くを見つめたふるさとをこう、うん、
思って思いにふけてるような感じのイメージにしたんですけれども、はい、まあ、望郷男だけまさに、まあ、演歌の王道というか、うん、はい、本格演歌という感じの歌なんですけども、はい、はい、あの、まあ、歌のテーマとしてはあのふるさととか、うん、親父おふくろを歌った歌で、うん、この歌の世界では親父が空に旅立っていて、うん、親父を空から見ててくれるかいという歌い出しなんですが、僕の場合は先ほどお話ししましたけど、母親が高校2年の時に病気で亡くなっているので、はい、なんかこう自分と重なるところがあって、うん、なんか素直な自分の思いをこうスッとこう歌に乗せられるいい作品を歌ったなと思ってます。はい、はい、そうですね、はい、なんかメロディーもすごいいいなと思って聞かせていただいて、ありがとうございます。曲を聞くとなんとなくこうふるさとの風景というか、うん、川とかあの山並みが景色が浮かんでくるようなあの穏やかな曲調でして、うん、はい、そうですね、ですね、はい、はい、でこの3番の歌詞にですね、はい、あのそろそろ帰ろうかあの北国へという歌詞があるんですけど、はい、なんかあの特にこの3番歌っていると、昨年はね震災があって大きな震災があって大変な1年でしたけれども、ね、うん、まあ、早くこうその東北のね皆さんが本来自分の住むべきところというか、うん、ふるさとに早く皆さんがねこう帰れる日が来たらいいなという、そんな思いもなんとなくこう今の心の片隅で思いながら歌って、なるほど、ませていただいております。はい、はい、ちょうど僕の姉が岩手の方にいるので、そうですよ ね、 はい、なんかそんな姉たちのことも思い浮かんできますね、うん、はい、本当に望郷ですね、そうですね、望郷男酒、はい、ステージでもう歌われてると思うんですが、はい、でいかがですかお客様の反応。それがねすごい本当に評判いいんですよね、はい、今までで一番こう反応が返ってくる歌で、はい、結構ステージ後の即売 CD 即売でもですね、うん、初めてのお客様が結構買って帰ってくださって、いい曲だねって言って、あ、はい、素晴らしい、嬉しいですよね、で、そうですね、結構有線のリクエストの方もいただいている感じですし、うん、なんかそうあのツイッターをこう 見てるんですけど、はい、なんかチャートインしたって、そうなんですよね、チャートに結構続けて、入ったり、あと、まあ、店頭の売り上げのランクなんかにもところどころでこう入ってきたりしておりまして、うん、そうですか、はい、だからなんとかねこの、うん、あの火種を大きくしてこうパッとね花咲かせたいというか火がつけばいいなと思ってるので、はい、ぜひ皆さんの応援なくしてはありま、ヒットはありませんので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。応援してください。お願いします。さあもう新曲が発売になって、はい、もう今ももちろんキャンペーンとかも忙しくいると思いますので、はい、またこの後もねどんどんいろんな、はい、またイベントだったり、ね、キャンペーンも精力的に多分活動されると思うん で、ね、はい、で本当体に気をつけて、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ頑張ってください、はい、はい、またそしてあのラジオでもよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。おせんべい美味しかったです、はい、ありがとうございます。今日のゲスト柏木隆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでこんにちは、大橋さん。こんにちは。はい、お名前どうぞ。立浪会の大橋と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それであのこちらであのいつも場所をね提供してもらっている辰波会ですけども、はい、まあ、社会福祉団体で、この間もあの石鹸の手作り石鹸のお話をしてですね、うん、ちょうどあやさんがその石鹸を普段から使っているということで、はい、ご注文をそうなんです、はい、してもらいまして、はい、今日商品の受け渡しでございます。あ、そうですね、はい、あ、受け渡した、はい、千歳船橋の、はい、吉子お坊さんから預かってまいりました、はい、アレッポの石鹸エキストラ10個です、はい、ありがとうございます。10個大人買いです。これは購入でございますね。ご購入でございます、はい、これ1個いくらするんですか。エクストラは、はい、300円ですね。エクストラは普通よりいいやつが、はい、オイルがまたちょっと中1個見せてもらって、ね、そうですね、はい、こういう感じでございます、はい、知ってます。おちょっと待ってなんかすごい今反応がありましたね。すごい反応ですね。あれもうちょっとこれあの大きい このくらいのでありますよね。ありますあります。全部、うん、これどうやらですね、うん、これぐらいの大きさがあるそうですね。あ、もともとが使いやすいように、吉子坊さんで、うん、こうして
あのお値段もそうこういう、うん、こういう大きさで、そうそう、で、あの全部表面はこれ、こういうこの茶色、あ、これね、これお姉ちゃんが使ってて、あ、本当？これいいから使ってみなって言って一回使ったことあるんですよ。本当？どうでした？あ、そうですか。いや、あの良かったですよ。じゃあ今何個言います？いや僕もまあとりあえず一個で。そうなんですよ。そうなんだ。結構有名ですよねこの石鹸は。そうですね。はい。それをかなり良心価格で売っている吉本さんの販売窓口を立浪会が代わりにやっているって感じ。そうなんですか。はい、そう、あ、黒、この匂いね、こう独特な、そう、うん、こう天然石鹸っていう香りがするんですよ、はい、あー、そうなんだ。なんでね、はい、じゃあうちの今後立浪会でも随時買えるということで。そうですね、はい。ちなみにですね、はい、あのあやさんからご注文を受けしまして、はい、吉工房の斉藤義信さんに、はい、注文を持ってってもらったところ、どうやらですね、はい、斉藤さんはあの FM 世田谷で聞いていて、はい、あやさんのことを知っていたようです。あー、嬉しいですね、本当ですか。なんかあやさんに注文をしてくれてすごく嬉しいっていう感想が出たんだったらしいです。そうですね、本当ですか。いやいやいや、ありがたいですね、うん、そうですか。でね、あの吉工房さんはそういうあのいろんなもの木工細工を作って、まな板とかを作ったりとかしてるんですよね。そうです、はい、ちょっと今日は資料持ってきたんで、はい、あやさん、はい、見せ、あの紹介してあげていただけますか。はい、はい、斉藤さんのこう経歴があり、はい、はい、ご連絡先ということですね。あの世田谷の千歳船橋のそこで、はい、はい、作業所をされている団体の代表ですね。代表で、はい、作品がまた、そうなんですよ。へ、素晴らしい。まな板だけじゃないっていうね。あ、はい、なるほどね。こう鏡、このこれ手彫りなんですよね。あ、すごいですね、うん、すごい。へえ、どのくらいかかるんでしょうこういう作業って一つ作るのに。じゃあ今度取材に行きましょうか、こちらに。ああ、いいですね。せっかくあやさんのファンというかこう知って存在を知ってる人だからね。そうですね、お目にかかって。あやさんが喜ぶんじゃないですか。ものすごく喜ぶんじゃないですか。そうですかね。いやいや、お邪魔したいですね、うん、他にもこんな素敵な木工細工ですよね、うん、はい、ねえ、すごい細かな作業ですよね。はい、そしてアレッポの石鹸ですよね。そうですね、はい、今回アレッポの石鹸は輸入元である株式会社アレッポの石鹸のご厚意により木工作業の方から販売させていただくことになりましたということで、はい、特徴がありますこの石鹸、はい、保湿効果、オリーブオイル、オレイン酸が含まれています。人の肌とよく似た石鹸を持ってますということですね。言っといてないんですけどね、はい、そして体を温めるローレルオイル、あのデッケージのオイルですね、こちらを使用してます。で、ね、はい、で原産地である地中海付近でも、まあ、まるに少ない質のこのいいオイルを使っています。で、まあ、あの効能といたしましては強壮、消臭、消毒、あとフケ、あのシャンプーにもね使えるのでフケにもいいそうです、うん、はい、で、まあ、豆知識といたしまして、原産地シリアでは美人を作る石鹸と、おお、そうなんだ、そう呼ばれてるそうです。ちょっと使っててよかった。1000年も前から愛され続けています。歴史あるんですね、1000年も前から。確かアレッポっていうのは世界遺産ですよね、うん、ああ、そうなんですね。ちょっと行ってみたいと思ってますね。ああ、そうですよね、1000年も前から。でシリアで年、ね、1回しか作られておらず、え、2年間熟成をさせてやっと出来上がるものなんですって。で、またヨーロッパでは究極の自然石鹸と言われるほど世界中でも絶賛されている石鹸です、うん、はい、で、あの敏感肌の方やアトピーなどのその皮膚を、ね、ちょっと皮膚のちょっとトラブルを持ってる方には安心してこうお使いいただける石鹸だという、うん、はい、ことでございます、はい、はい、私あのお肌はとっても丈夫でそういうかぶれとかはないんですが、でもあのとっても本当に私は気持ちよく使わせていただいております。はい、はい、10個、はい、10個、さすが愛用されただけありますね。熟成させるとまたいいと聞いたことがありまして、あのあさらになんか見た目の色も綺麗ですね。そうですね、中がこう切ると緑になっていて、ね、とても綺麗な、はい、素敵です。さあ、そしてさっき言ってたまな板ですよね。可愛いですよね、はい、まな板可愛いですよね。動物の
動物をかたどったまな板なんですね、木の。ね、とても可愛らしい。これがですね、はい、斉藤さん最近やはりお年になってきて、だん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 こういう木工の作業が、できにくくなってきたんで、はい、今、このまな板に関しては、今まで作った在庫だけなんですよ。あ、ですからもう幻のまな板になるかもしれないという。本当ですね。ここも読ませていただいてもよろしいですか、それとも。あ、まな板はね、前回もやったんで大丈夫ですか。まあ、軽くって感じで、ね、はい、はいはい、あのホオノキという木蓮花の木を使ってるね、あのまな板ですごくいいらしいです。そのまな板に最適なんですって。実はテクテクテレビではすっかり有名になってしまいました、はい、そうなんですね、おなじみの別の番組を作ってるミュージシャンが、はい、早速まな板1個買いましたんで。おお、そうですか。こっちで宣伝しましたんで。はい、そうなんですね。それまで100円ショップのまな板だったんで。あ、じゃあもうだいぶ、そう、出世しましたよね、はい、いいまな板。ちなみにおいくらぐらいするんですかね。そうですね、おいくらぐらいですか、大体。はい、ですね、大きさ違う、大きさによって違うんですけど、はい、600円ぐらいから1500円ぐらいですね。俺も買ってないのかな。まな板、まな板で、可愛いですよね。さあ、こちらも、はい、お願いします。はい、さあ、吉工房さんでは現在各イベントの売り子さん、ボランティア、また工房での、ステンシル作業など手伝ってくれるアルバイトさんを募集しております。はい、詳細につきましては吉工房までお問い合わせください。ステンシル作業してくださいということでございます。アルバイト募集してます。はい、内容はそのノートとかハガキ、木工品などにステンシルや絵などを描く作業です。はい、時間は9時から22時の間、週2時間以上ですね、その中で。で、時給が、はい、いいですか。時給が800円になります。で、交通費、まあ、小田急線のみの支給となります。で、場所が世田谷区船橋の吉工房さんです。ぜひご興味のある方、お問い合わせよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちなみに18歳以上と。そう、18歳以上です。はい、はい、お願いいたします。私最近あの吉工房さんの、お話ばかりして、実は立浪会でも、はい、ボランティアを募集しております。あ、はいはいはい、皆さんぜひお越しください。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、どんな感じで締めますか。はい、というわけで今日はどうもいろいろありがとうございました。ありがとうございました。ぜひこれからよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さよなら。